はい、どうも、こんにちは。今回また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回はこの福音教団の闇を見たわけよ。確か死体を売買してるっていう闇を見て、その後だよね。数日後、アーサーは再び総合病院へと足を運んでいた。サル福音教団から出立した馬車が死体を売却していた病院だ。滑舌が。ボディースナッチャーがこの総合病院に運んできたからには、あの死体はここに売却されたってことだ。まあでもさ、なんか医学の発展のためって言われたらさ、なんかこう 100% 悪いとも言えないよね。なんか医学の発展のためにさ、死体を寄付してるって言われたらさまあっていう売買だから寄付ではないんだけど、なんかもやっとするよな。運ばれた遺体はこの病院で解剖された可能性が高い。はい。ここの病院は研究目的の解剖が盛んで、医学生の教育にも熱心だって噂だ。でも普通にいい病院だよね。ってことはつまり、ここの医師に話を聞けば、あの死体の死因や共通点がわかるってわけだな。でもその言ってくれんの、死体なんか。だって死体売買してるってバレるくない？逆に言えば。あ、でも病院側は別に非はないのか。そうじゃなくても、他で出た遺体を買い取ってるかもしれない。まあ。ジャックが納得したように大きくうなずいた途端、部屋の扉を開けて医師らしき人物が姿を現した。さあ、果たして顔はあるのか。んで、このじいさんか。世間は狭いって言うが、なんつうか。何、見たことあんの？おお、アーサー君。仕事は順調なようだね。先生、何やってんすか。応対することになった医師はアーサーの主治医でもあるウォルターだってあった。何か掛け持ちしてんのお前。解剖医と話がしたいと病院側に申請をしたところ、検視医と解剖医を兼ねているというウォルターを紹介されたのだ。先生、急なことで申し訳ありません。ああ、アーサーはびっくりしないんだ別にあらかた予想はついてたんだ。気にしなくていいよ。うん、いささか奇遇とでも言うかね。まあまあ、そうっすね。ええ、先生が診療所以外にも病院に来ていることは知っていましたか。あ、知ってたんだ。検視、解剖については私の腕が認められててね。すごいじゃん。それで今日の話だが、町一番じゃんお前。こちらで解剖されたと目される、うん、遺体に関してお伺いしたいのです。てかまあ、むしろウォルター先生でよかったよな。普通の先生だったら話したがらないでしょ、こんな一般人に対して。探偵だって言われても話さないでしょ、弁護士でやっとでしょ。アーサーは病院側へ昨今運び込まれた遺体の利用目的を尋ねていた。あらかじめ調べておいた、のだろう。遺体について書かれたと思わしき紙束を取り出したウォルターはいくつかの紙面をめくる。さて、滑舌がやばいかも。定期的に遺体を引き取っては解剖している。はい。それらは医学生の教育目的として私の監督のもと解剖を行ったよ。お前監督かよ。やはりそうですか。はい。では解剖するための遺体の入手元はどこなんでしょうか。聞いちゃっていいの？言えないでしょう。遺体の身元が気になるとかね。身元ではなく提供元です。はいはいはい。それは難しい質問だな。まあ言えないよな普通に。だってグレーゾーンだもん。アーサー君、君とここで話していることは公式なものではない。はい。応接室ではなく、こんな病室で話しているのがその証拠だ。はい。あくまで私立探偵の個人的な調査に付き合っている、そういう認識でいいかね。まあ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 、お答えしにくいことを聞いているとは承知してますよ。あ、そっか。まあそっか、そうだよな。まあその事件の謎を解くためと言われれば、まあ言っちゃってもしゃあないかなっていうところもあるか。そうかそうか。うん。であれば君の質問にも答えられるよ。先生、遺体は医学の発展のために貢献したいという善意ある市民から提供されたんだ。あれ遺族も了承済みだ。うん。あ、ほらサインもある。先生、本当ですかそれ。ウォルターが紙面をめくってみせれば、遺体の提供に同意する糧だっけの誓約書にサインが記されている。市民からの提供。胸か。買い取りではなくですか。胸だな。とんでもない。
病院が遺体に値段などつけると思うかね。うん、ただ善意を無償で受け取るほど私たちは傲慢でもない。つまり、うん、善意には善意で返すのだよ。善意には善意で返す。あ、でもそうか、でも医学の発展って言われたらまあそれが善意だもんな。善意ですか。だってね、医療は進歩するわけだから。ウォルターは表現をぼかしてはいるが、病院側が返す善意はどういったものであるかは言わずとも明らかであった。善意、善意ね。うん、なんかこう最近善意って言葉が安くなってる気がするぜ。まあでも俺の界隈ではあんま善意使わないけどな残念ながら俺の界隈では善意っていう言葉はあんまり出てこないんだけど、まあまあこのね、このゲーム上ではね。サインもあるって話だがどうだかな。うん、本当に遺族のものかどうかは判断がつかねえや。まあ普通言いたがらないよ。だってそんな死体を買い取ってるなんか言ったらお前だってね、通報されたらこの病院も終わっちゃうもん。うさんくせえどころじゃねえ。うん、確かなところは明かさないが、このじいさん相当な食わせ者だぜ。はい、まさかウォルター先生がそういった不正を良しとするなんて。まあでも闇深そうだけどな、普通に。どっちかというとこの病院の方針じゃねえか。うん、まああの教団とグルってわけではないだろうな。はい、じゃなきゃこの場に出てきてねえよ。まあまあ、それは嬉しいよな先生。うん、僕は先日病院側が複数の遺体を受け取る場面を見ました。言っちゃうね。それもとある教会から出た馬車からです。言っちゃうね。おお、教会から。うん、だからどうしたのだね。はい、ボディスナッチャーから遺体を買い取ったのでは。うん、この病院自体がそういった行為を認めているとウォルター先生もご存知ではないのですか。言うね。そんなことが君には関係あるのかね。関係あります。うん、僕だってロンドン市民ですよ。病院が遺体を買ってるなんて、そんな行為とても許容できません。でもどうなのこれって。でもさ、でもどうなのこれ。だって別にさ、なんか善良な市民のさ、温かい家庭に包まれたさ、おじいちゃんおばあちゃんの遺体をさ無理やり買ってるわけじゃないじゃん。言ってもなんかこうね、社会に困り果ててる人のって言ったらちょっとあれだけどさ、そういう人の遺体を買ってるって、なんか別にそこ、なんだろうな、モヤモヤするよな、なんかグレーゾーンって感じするわ、本当に。アーサー君、うん、よく考えても見たまえ。そこまで、悪いことは悪いことなんだろうけど、なんかそこまで俺はなんか、別になーって感じなんだけどな。強く質問するようなアーサーの口調にもウォルターは動じなかった。それどころか、諭すような論調で語りかける。まあ、そのなんか遺族の意思にね、断ってさ、無理やり買ってたらまだしも、まあその背景読めないからさ、今回の場合。ボディスナッチャーについて知っているということは、うん、当然遺体を引き取る側は罪に問われないということも分かっているんだろう。まあまあそうだよな、巻き込まれてるだけだもんな。罪に問われないことということは、つまり行っても問題のないことではないかね。うん、古来より医師たちは人体の構造に興味津々だった。それは完全な興味本位ではなく、そうなんだよね、医学の発展のため。そこなんだよ問題は。いくら医療の技術が進歩しようが、うん、研究は終わらない。だからさ、医学の発展のために遺体買ってますって言われたらさ、もうなんかまあそれならってなっちゃわないそれならってなっちゃわないか。私たち医師が解剖や研究を行うことで、うん、そうだよね、未来の病人や怪我人が救われるならば、そうそれは尊い犠牲と言えないかね。そう思っちゃうんだよな。へえ、このじいさんなかなか物が分かってると言うべきか、うん、ちょいと考えがぶっ飛んでると言うべきか。いやもうそのスナッチャーのさ、何ねえ定義が分かんねえからさ、俺もよく分かってないけど、医学の発展って言われたらまあ、アーサー君、君はどう考えるかね。なんか社会が回ってるようにしか見えないんだけど。僕は医学の発展のためとはいえ、ボディースナッチャー、絶対選択じゃん、絶対選択じゃんお前これ、おい人としてあるべき声だ、尊い犠牲だ。でもこれずっと言ってきてるけどさ、俺は別に尊い犠牲と思っちゃうんだけどな。
死体スナッチャー、まあ、でも死体強奪者、強奪者って言われたらな。人として恥ずべき行為だって微妙だけどな、なんか。ちょっと弱くない？許されない行為だったらいいけど、人として恥ずべき行為だって結構弱くない？そんなの。結構弱い、弱い言い方するな、お前。いや、尊い犠牲じゃないの、別に。まあ、死体強奪者と取引っていうところにちょっと引っかかるけどさ、仕方なくないか。医学が発展しないんだよ、言ったら、極論ね。まあ、むしろ死体強奪者は悪いよ、それは。だって病院のこういう心をさ、逆手にとって、ねえ、金稼ぎしてるわけだから、それは悪いけど、病院側的に言えば別に、そんな、先生のおっしゃる通り、罪に問われないことをやめろ。ゲームオーバーなれないよ、お前、おい。人道的にありえないわとか 言って終わらないでよ。ゲームオーバーなりそうなんだけど。遺体の取引も解剖も、医学の発展のための尊い犠牲。その考え方はわかります。この言い方的にはちょっと大丈夫か。遺族の了承も得ているのであれば、口も出せません。ただ危機感というか、それ納得できない部分は言ってよ。さ、もう全く一緒じゃん。俺分かって、俺の思ってることと言ってよ。十分に理解できるとも。いくら仕事とはいえ、遺体を切り裂いて中を覗く。まあ、そこじゃないけどね。そこじゃないと思うよ、アーサーが指摘したのは。私は平気なのだがね。精神的な部分での抵抗感は消しがたいものさ。心を強く持たないとな。まあ、強く持とう。老年に差し掛かった医師ということもあり、数々の経験を積んできたのだろう。死体を切り開こうが動じないとウォルターは笑った。先生、解剖した遺体はちゃんと滑舌が、ああ、もちろん臓器や四肢の状態を確認してから、できる限り綺麗に整えて返却するとも。はい。縫合の練習にもなるしね。やばいな。そう言われると医学ってやばいよな。俺医学無理だわ。ちょっとそう、精神的に無理だわ。病院とボディースナッチャーについてはこれ以上は立ち入れなかった。遺体に対して敬意を持って接するというのであれば、アーサーにも一応は納得ができた。病院に運び込まれた遺体については分かりました。それで、それじゃん、彼ら遺体の死因について何か共通点はなかったでしょうか。それ聞きに来たんじゃん。もうそれでいいじゃん。それだけで別にそんな朝噛みつかなくても、それ聞けばいいじゃん、最初から。共通点か。死因とか症状とか、何でもいいんです。君の言うこの病院が最近譲り受けた遺体だろう。そうだな。それ言っていいんだ。記憶をたどろうとしているのか、顎をすりながら、こすりながら、ウォルターは紙束をパラパラとめくる。紙の記録と私の記憶が頼りになるとすれば、それらの遺体の死因はすべて呼吸器不全だったよ。やられてますね。呼吸器不全。病死ということですか。まあまあそんな感じしたじゃん、普通には。病っていうか、まあ。ああ、そういうことになるね。病死。呼吸器不全を起こす原因のようなものは何かあるんでしょうか。はいはい。本来であれば呼吸器不全というのは突発的なものから慢性的なものまで原因は様々ある。はい。だがね、遺体は全て急性の呼吸器不全だ。それは怪しいですね。急に息ができなくなって死ぬ、そんな死因ばかり。遺体には目立った外傷はないし、腰もバラバラ。老衰だとは言えないな。先生、それちょっと危ないっすよ。気づいてやってくださいよ。警察にちょっと相談しようかなとかさ。ならないんですか、先生。なるほど。ちょっと怪しいでしょ。あとはそうだな、死因は急性の呼吸器不全なんだが、どの遺体も他の重篤な病の末期状態だった。ああ、やっぱそっか。何先生だっけ、ローリーの先生。ローリーの先生もあれだもんね。今、病だもんね。病にかかってるっていうか。まあ、だからそうだよね。病にかかってて、もうなんかもう終わりそうな人を、あそこの教会は多分、回収してんだろうな。末期状態ですか。うん。
あ、重篤な病と聞き、アーサーの檻にミシェルの顔がちらつく。ローリーが言うには、彼女は療養に出ていたが、病気が治っていない可能性があるのだと。もし呼吸器不全で死ななかったとしても、あの人々は遅かれ早かれ他の病気で亡くなる可能性が高いということだな。まあまあ、でもさ、ちょっとさ、これちょっとさ、ジェインギャリーかもしんないけどさ、その重篤な病も持ってるってさ、その医学の発展的にはすごいありがたいんじゃないの。すごいあれだけど、なんていうの、なんていうんだっけ、日本語忘れたけど、すごいなんかね、ちょっと申し訳ないけど、病気の種類は様々だったがね、さらに共通点を言うのであれば、長患いになりがちで痛みの強い病ばかりだな。その病の研究もできるからね、言ったら。アーサーは思い出す、ミシェルの頼りなさげな後ろ姿を。そして教会で熱心に祈り、ザフカの包囲にすがりついて何かを訴えていた悲痛な姿も。先生、はい、ではもう一つ、これを見ていただけませんか。何ですか。アーサーはハリーから渡された錠剤布の切れ端を懐から取り出すと、ウォルターへ手渡した。そっか、薬分かるか。ウォルターは小さな紙片を眺め、匂いを嗅ぐと興味深げに目を見開いた。これは何らかの薬物が染み込ませてあるようだが、先生、これをどこから手に入れたんだ。知り合いですよ。ちょっと僕の知り合いからね、譲り受けて、とある筋から入手した錠剤布と呼ばれている紙です。それには麻薬が染み込ませてあるらしいのですが。はい、なるほど。推測だが、これは医療用の麻薬だね。あ、そうなの。鎮痛や麻酔にも使える。我々の仕事には必要不可欠な薬だ。あ、そうなんだ。解剖した遺体にこの麻薬を使用していた形跡はあったのでしょうか。形跡だと確かに言えるわけではないが、麻薬の主な効果は鎮痛、陶酔、高用量の摂取を行うと昏睡や呼吸抑制を引き起こす。あ、それじゃないですか先生。こういった麻薬を過剰に摂取することで、呼吸器不全を起こす可能性は高いだろう。あ、麻薬ってのは昔は合法だったのだがね、依存性が高く危険だからと、今は軍用や医療用にのみ使用を制限されているんだ。え、これってさ、リアルの世界でもそうなの？軍用と医療用は麻薬って、まあ俺らが知ってる麻薬じゃないかもしんないけど、麻薬なるものは存在してんのかな。麻薬は使い続ければ耐性ができるから、効果を得るにはより多い容量が必要になってくる。怖いね。乱用すれば死の危険が増すばかりだ。怖いよ。そんなものが勝手に病人に使われているなんて。正義感の塊やなお前。アーサーは声を荒げ、拳を握りしめる。危険な医療用麻薬が病に苦しむ末期症状の病人たちに使われている可能性がある。そのことに憤りを感じたアーサーが気を落ち着かせるまで、ウォルターは口を挟まずに黙って見つめていた。新婚に怒りをくすぶらせながらも、アーサーは深呼吸をする。失礼しました。先生、重篤な病の末期症状とはどの程度苦しいものなのですか。いや、もうなんだろうな、文字を見る限り苦しいけどな。文字を見る限り半端なくきつそうってのはわかるけど、種類にもよるが、口では言い表せないね。まあまあそうでしょう。鎮痛剤などを使わずに耐えるのは難しいだろう。まあまあそんな感じするわ。でしたらあの遺体、彼らは末期症状の痛みに耐えるために、違法な医療用麻薬を摂取して。考えられるな。ああいった病の治療には莫大な金額がかかる。ああ、そっか。長患いとなれば、その治療期間も長くなるだろう。重い病気なんだもんな、全員。だから残念なことに、貧しい人たちは治療を受けられない。いや、辛いよな。これは運命だもんな。運命でな。だって金がないのに、いや、大きな病にかかることもあるわけだからな。いや、きついっすわ。まさに地獄の沙汰も金次第ってやつだな。
金持ちは治療を受けられるが、貧乏人は死ぬまで苦しむって。残酷だよ。そんな。不満そうだね。うん。だが、医療機関というのも、慈善事業で医療を行っているわけじゃない。うん。薬にも、医療機器にも、多額のお金がかかるか。まあまあ、そうだよな。わかっています。ですが。ですが、それでは、貧しい人たちは。まあ、仕方ないよ。私としても残念だよ。仕方ない。さて、聞きたいことはこれくらいかね。何か他に力になれることがあればいいんだが。いえ、ありがとうございます。はい。少し頭を冷やして考えを整理してみます。うん。そうかい。何を調べているのかは聞かないけど、うん、アーサー君がそんなに感情をあらわにするんだ。まあ割と冷静だもんな、普段は。きっと人の命が関わることなんだろう。先生。ええ、それも大勢の人が。うん。どうにかしなくてはと思っているんです。まあでもさ、結局さ、あいつらもさ、その薬やめさせてもさ、病で苦しむって考えたら難しいけどね、アフターケア。そうだろうね。うん。前ほどには気がめいっていないようだが、気をつけたまえ。うん。君は繊細だからね。感情が不安定になるのも良くないよ。そっか、言ってたの先生がアドバイスしたのか、前。つまりだな、うん、医者にかかる金のない連中が教会に救いを求めにやってくると、うん、麻薬で感覚や痛みを鈍くして治ったように見せかける。まさにそれだね。いいまとめしたね。奇跡だなんだと理由をつけて頻繁に通わせ、うん、より強い麻薬を与え中毒者にしていく、うん、気がつけばどっぷりハマり金づる信者の出来上がりだ。綺麗にまとめたな、お前うまいわ。あ、でもどうしようか、ちょっととりあえずここら辺で一旦切ろうかな。ちょっとじゃあ一旦切ります。じゃあ、あざした。